一見穏やかな時間のようですが、不安を感じているのは私だけではないようですね。花たちも嘆いている。静かすぎる。まるで嵐の前みてえだ。はあ、やっぱお前にはかなわねえ。曇ってきたな。そろそろ戻るか。ああ、ほら捕まれよ。悪い。ミカゲ、どうした？お前の手冷たい。いつまで握ってんだよ。いや、何なんだ。自分の手じゃねえみてえだ。どうかしたのか。悪い、今頃になって疲れが出てきたみてえだ。先に部屋に戻って休んでくれよ。胸騒ぎがする。彼は今半分しかない。ああ、どういうわけか。魂が半分の状態でとどまっています。でも彼はもうすぐ全てなくなる。どういうことだ。救う手はねえのか。わからない。過去にもこんな例はなかった。彼から目を離さないようにしてください。頭が割れそうだ。お前の手でテイト・クライの人生を終わらせるのだ。そんなことできるか。私を裏切るつもりか。俺は誰も裏切りたくない。そんな綺麗事は済まされない。ミカゲ、どうした。来るな。どうして。頼む、来ないでくれ。何言ってんだよ。どうしたって言うんだ。分かってたんだ、こうなることは。ごめんな、テイト。情けねえ親友で。何言って。お前に頼みがある。最後の頼みだ。最後って。頼む、俺を殺してくれ。もうそうするしかないんだ。俺が俺であるうちに。頼む。何言ってるんだ。そんなことできる。やるんだ、テイト。出ないと俺。テイト・クラインが逃げた時一緒にいたんだってね。可愛い妹さんだね。君に選択権を与えよう。家族かテイトか、好きな方を連れて私のところへ来い。どちらも選ばなければお前は死ぬ。どうしたんだよ、ミカゲ。どこか痛むのか。触るな。早く俺を殺せ。そんなことできるわけねえだろ。だったら早く逃げろ。もう抑えが効かねえ。ちくしょう。お前を売ったりできるかよ。お前だって家族と同じくらい大切なんだ。ミカゲ、何があったんだよ。綾波だ。綾波が俺を。逃げろ、テイト。何を言っている。
さっさと殺せ。嫌だ、できない。殺せ。嫌だ。テイト、お前に会えたおかげでいつも胸が高くて幸せだった。だから頼む、言ってくれ。俺がお前を傷つける前に。そんな、お前まで綾波に。大好きだ、テイト。逃がさぬぞ、テイト・クライン。さよならだ、テイト。私と一緒に帰るのだ。どうすれば。西の塔で人形の反応が途絶えました。生意気な人形姫。こいつ見かけじゃない。畜生。これ以上は持たない。畜生、俺の太刀になんてことを。御影、どうすれば。あそこへ。少年、その先は立ち入り禁止だよ。少年。鬼ごっこが終わりだ、テイト・クライン。さすがはバルスブルグ教会。私を隔離するつもりか。悪いが、ミサ頼んだぜ。彼らに神のご加護。我が帝国から逃げ切れると思っているのか。あれは、お前まさかコールなのか。コールだと。私はそんなに優しくないぞ。綾波、どうして俺の太刀にそんなことするんだ。直接俺だけを狙えばいいだろう。それともこれは取引なのか。俺が帝国に戻れば御影を返してくれるのか。取引だと。貴様にそんな権利はない。本来なら殺してやりたいところだが。嘘だろ、今の動きまるで見えなかった。私の手を煩わせるな。この制御装置をつけろ。軍へ帰るのだ。どうなってんだ御影。御影を助けるんだ。
コールに取り憑かれた人たちは翼を壊せば元に戻ってた。だったら、すり抜けた。無駄だ。わからないのか。私はコールではない。翼を切ればこの体は死ぬぞ。そんな、翼を壊しても御影は助からないのか。そういえば先日面白い話をしていたな。お前はラグス国王の息子とか。俺、ラグス国王の息子なんだ。俺は信じるよ。ラグス国王に息子などいなかったはずだよ。御影を返せ。今の貴様に何ができる。力なき正義などただの飾りだ。それでも俺は御影を見捨てたりはしない。俺たちは誓ったんだ。もし戦場でピンチになっても俺はお前を見捨てたりしない。あ、愚か者、御影の魂は二度と戻らない。私に従わぬ者には制裁を。お前を二度もかばい軍を裏切った、当然の報いだ。あなたに神のご加護を。ん？プラウはどうした？西の塔の温室にコールらしき者が現れました。現在フラウが追跡中です。コールらしき者？それが、魂が半分しかない少年に片翼のコールか。なんと。どこ行きやがった、クソガキ。こんだけ探しても見つからねえとは。第一、どこにもあいつの気配がない。はーい、フラウちゃん、こんなところで何してるの？お前らクソガキを見なかったか。クソガキ？侵入者なら隔離しちゃったわよ。何？あの子たち危険だわ。やつらは侵入者じゃねえ、ただのクソガキだ。やつらの命がかかってるんだ。通せ。もう、せっかちさんなのね。侵入者を試練の橋に隔離した時、もう一人の坊やも一緒に入ってしまったわ。でもあなたのためならまた扉を開けてあげる。愛しいフラウ。なぜ、なぜ俺を殺さない。お前を生かして捕まえてこいとのご命令だ、弥勒様からのな。なら俺が死んだら困るだろう。この首と引き換えに御影を。自殺行為も抵抗とみなす。くそ、御影を助けるんだ。弥勒様の教え子がこの程度とは。ここは、この壁、ひょっとしてこれが今の俺なのか。何やってんだよ俺。ダチがやべえんだよ。なんで動かねえんだ。御影は命を懸けて俺を守ったんだ。
死ぬ時は一緒だって誓ったんだ。諦めて黙るか。迎えが来た。テイト君が目覚める。なんだこれは。涙、私に首輪をつけたのは貴様か。まさか。間に合ってくれ。外す。レベル10解除する。制御装置をつけてこれほどの力を出すとは。これを外せ。外せと言っている。バカ。殺さないまでもこのままでは危険か。お前か。クソガキのダチを奪ったやつは。逃がすかよ。サンクチュアリの中で随分派手に遊んでくれるじゃねえか。傲慢なところは相変わらずだな、ゼヘル。なるほど。お前、俺を知ってんのか。ゼヘル、私がその名を忘れるとでも。この姿を見て生きてる奴はいねえはずだが。ゼヘル、どこかで聞いたことが。シスター、この像怖い。あらあら、勇士ある神様なのですよ。僕知ってるよ、7人いるんだよね。悪いことすると神様にさらわれちゃうんだ。へっ、神様なんて本当はいねえよ。何よ、絶対いるもん。いるなら今すぐ見せてみろよ。喧嘩はいけません。このゼヘルの神様はね、悪いご縁、すなわち因縁を断ち切ってくださるのです。シスターは見たことあるの？いいえ。でも本当に必要としている人の前には必ず現れますよ。そうか、セブンゴーストの一人。貴様に神のご加護。このセリフ、フラウなのか。もしお前が神様なら、どうか御影を助けて。この体でこれ以上戦うのは不利か。翼に食われてやがる。てめえ、そ
そいつの体をもてあそびやがったのか。待ってくれ、御影はきっとまだ生きてる。テイト・クライン、彼は声を上げずに泣いている。苦しくて悲しくて、彼の魂は永遠に救われずに絶望の淵をさまようことになる。言ったはずだ、貴様の手ぬるいと。クソ、これを使ったらあいつの魂は。私が憎ければ我が帝国軍に復讐に来い、テイト・クライン。綾波、ゼヘル、君に言うのを忘れていたよ。あのカマンは元気か。あれはいずれ私の元に戻る運命なのだ。それまで丁重に扱うがいい。まさかお前は。時は一緒だって。なるほど、正真正銘のミカエルの瞳とはな。弥勒様がこの私をわざわざ出向かせるわけだ。